まあ、その年始初めてですね。明けましておめでとうございますですね。2週間会わないのなかなかないですね。なかなかないから緊急事態宣言とかも出て仕事も延期になったりとか結構多いんで、うん、まあなんですよまあだから下にジムを作ったんで、あ、まあ、ジムでトレーニングしたりとか、まあ、本読んだりとか、はいはい、普通ですね。普通。コーヒー飲みますか、ひこちゃん。ゆっくりするのちょっと初めてですね。そうっすね。わしはチャーコーちゃん。これなんですか。マリアージュフレールね。これいい香りなんですよ。ああ、絶対分かってないでしょ。ちゃんと変えてください。いやいや、分かってないでしょ絶対。チョコレートっぽい匂いします、ね、あ、そう、あ、合ってます合ってます合ってます。マルコポーロっていうね、この無印良品なんですけど。え、これ無印なんですか。南部鉄器とかでちゃんとこだわって入れた方がいいのかなみたいなのもあったんですけど、うん、でも南部鉄器ここめっちゃ熱くなるんですよ、どんな高いやつでも。こんなシンプルで、うん、ミニマムなデザインなくないですか、この主張しない感じね、うん。は熱くならないんですよ。熱伝導がやっぱりプラスチックだから、はいはい、しないんでしょうね。ずっと握ってられる。熱い。熱いんですか。あ、熱いですね。ちょっと熱いですけど。中とかもなんかちょっと、はい、もう分かりますこの味が出まくっちゃってるんですよ。変色してきてね、サビじゃないですけど、はい、長年付き添ってきた証みたいな、はいはいはい、一人暮らしでも10年以上してるんですけど、うん、夜間使わないですね。使わないですか。みんなあの、いや電気ケトル、いや電気ケトルはいいんですけど、はい、あの配線が嫌なんで。あ、そう、配線が嫌なんですよ結局それですか。そうそうそう。美味しいですね。美味しいですか。はい。こんな景色見ながらコーヒー飲んだことないですよね。俺めっちゃ気になったんですけど、あの、はい、スマホのカバーをめっちゃでっかく遠心って入れてるじゃないですか、はい、これですか。そう、あー2年ぐらいこれです。本当はローランドにも負けない自己愛の塊なんじゃないのかなっていう。待ち受けなんですか。待ち受けは誰、彼女、トワイスのジョンヨンっていう子が好きなんですよ、ね、彼女いんのに。これ怒られないですかこれ待ち受け多分知ってると思うんですけど待ち受け受けんな。で、LINE 来ちゃうと見えなくなるんだ。 LINE 来ちゃうと見えないです。こうやって見て、はい、あ、かわいいなってこう癒されるわけですか。踊れますか。踊れない。 Yes, OS 知ってるんですね。俺のジムのトレーナーがトワイス大好きで、うん、え、広瀬さん。そう、あ、広瀬さん、あいつ好きだから、うん、俺あのエクスペンダブルズっていう映画好きで、シルベスター・スタローンとか出て、はい、あれのサントラとかを流したいのに、あいつが毎回トワイス流してるんですよだからもう覚えちゃってトワイス人の待ち受け見るの面白いですよね。ロアさんどういうのしてるんですか。俺の方はまあ普通です見せてください。俺中身超整理されてるから、ごちゃごちゃしてるのが嫌なんですよ。これいろんな色になるのが。だからこれ、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8 こう割り振って、まあ、こう全部アップルにしたらなんかこうモノトーンで綺麗じゃないですか。俺世界で一番美しい携帯な自信がある。これだともう嫌になっちゃう多分。これ見てると嫌ですか。嫌っすね、ごちゃごちゃしすぎてる。しかも本当センスないなと思うな。なんかここ1個出てんじゃないですか。これ嫌ですね。これはあれですね。ここコロナの。はいはい。これ中入れちゃいましょう。したらほらここちょっとスッキリするじゃないですか。どこに入れたんですか。どっかに入れました。どんなアプリ使ってるんですか。ここ一番最初に表示されるじゃないですか。だからここにこのアップルは全部持ってきてるんですけど、ここにめくったら出てくるんですよ。全部
最初の画面をこれにしとくと綺麗じゃないですか。だから本当のアプリはこうスワイプ、スワイプっていうんですか、スワイプですね。これをしたらこう出てくる。でもこれが写真とかの、俺あのインスタグラム余白つけるじゃないですか、はい、最初のこのアップルのマークは押せないんですか、はい、押せないですね。飾りそう、食べログとかたまに見るんで、食べログ、はい、あと10日ね、食べログよりもなんかちょっとストーリー性を持たせてレストラン紹介してたりとかするんで、もう結構面白いですよ、おすすめ。まあ、あとダゾーンね。最近 何見ました？高校サッカー、正月の、そうそうそう。で、まあこの辺は、あ、このアプリおすすめ。これ友達のカウントダウンしたい時とか、 iPhone ってこれ秒数出ないじゃないですか、はい、これなんか24みたいな。そうだ、これで友達の誕生日会とかでカウントダウンしようっていう時とかないですか、はいはい、あります、あります。 iPhone で秒数出なくて困ったことないですか。確かに。こうやって…あれ、あ、そう、向き変わるじゃないですか。古い人初めて見ました。で、これをこの画面にしてこう置いとくじゃないですか、はい、したらなんかちょっとみんなで、あの年越しの時とかね、はい、こうやって見ながら、ちょっとコーヒーとか飲みながら、あと何分だあれみたいな秒数とか出るんで。 DS カム、これは何ですか、これは何だと思いますか。見覚えないですか、この景色。え、ザクラブですか。そうなんですよ、今はね人いないんであれなんですけど。え、これ今の状態ですか。これ今18時13分、こう遡ってこうやって見れるんですよね、記録される、記録されるんで、なんかまあもしトラブルがあった時に、うん、あのこれがあると便利ですし、ほらこれとかバックヤードとか、こいつ汚いなこいつら。ここでなんかまあサボってるやつとかいたら電話して、お前何サボってんだよと、裏でお前サボってんな今みたいな、見えるんで。なんか懐かしいですね、今この景色見ると。懐かしい、なんか、はあ、そうっすね、そんなに経ってないはずなんですね。あとまあこれが SNS 関係か。ここの画面は何だと思いますか。これ僕の好きな映画の50 Shades of Grey っていう、これちょっと俺んちに似てないですか。ああ、なんか似てる、これね、似てますね。これこの主人公がペンタウス住んでるんですけど、クリスチャン・グレイっていう。てか久しぶりちゃんと見たけど、もうちょいで俺の100万人いきますね。98万、あ、そう、これタイムリミットが出るんですよ。え、なんすかこれ。もう使えないってことです。え、これ戻るじゃないですか、もうタップしたらタイムリミット1分しか使えないですよ。え、ツイッター1分しか使えないんですか。あ、じゃあ自分が投稿したらもう見れない。ほぼもう投稿したら1分経つじゃないですか。今日もうこれ使えないです。今日使えないですね。まあ、見ないんで、自分が投稿できればいいんですよ。ね、その最短時間って何だろうと、多分1分使えたらもう投稿済むわけですよ。1分でなんか間に合わない時ありますね。だからたまに読み込みが遅いとアップしたいのにできない日とかそれはそれでいいかっていう。これが俺が1日使える制限時間の設定なんですけど、まあ、俺結構仕事でストーリーとか上げなきゃいけないんで、それはまあ15分。あと Google、 Google 行為、あれ嫌いなんですよ。自分の力でとか、自分のなんかいろんなコミュニケーションスキルを使って、これどういう意味ですかとか聞いた方が覚えるじゃないですか。だからサファリをまずアップルで使えなくして、でググるのはもう本当必要最低限、超困った時だけっていうのを自分に課してるん で、例えばパッて頭に気になることあるとするじゃないですか。ネイシーさんがすぐパソコンにすぐ調べますよね、はい、俺はまずそこの携帯にメモするんですよ。 これで、はい、で、思い立った時にすぐ Google の、 あの検索ワードに入れるってことを自分でやめてるんですよ。まず一旦そこに打ち込むんですよ。で、1日の最後にそれでも解決できなかったら、まあ、これ10分しか使えないんで、 Google がその10分間で調べると、まあ、仕事でね、LINE を使うんで11時間で、YouTube が10分、10分ってローランさん自分の動画も1本も見れないですよ。そうですね、だから YouTube ほぼ見ないですね。で、Twitter が驚愕の1分。なんでツイッターだけこんな極端なんですか。いや、ツイッターって僕3年ぐらい前
わー、ほんとすっごい見てたんですよ。自分がオンエア出た後って、うん、自分の名前入れたらめっちゃ出てくるじゃないですか。 あれがよくねえなと思って、その先の時とか、うん、トレンド毎回入ってたんで、それを教えてくるんですよ、みんなが。で、言われたら気になっちゃうじゃないですか。で、クリックしたらいろんな評価がこう、ローランド面白かったとか、まあ中にはつまんなかったとか、いろんな意見が、それ切りねえなと思って。バイオハザードと一緒、ゾンビって殺しても殺しても復活するじゃないですか。切りないじゃないですか。30分調べたら自分の知りたいっていう欲求全部満たせるっていうんだったら、まあまあ30分見ればいいと思うんですけど、もう次から次に見たくなるじゃないですか。 Google にしてもそうですけど、インスタもそうですね。そうそうそう、たどってたどってなんか気づいたらもう3時間経ってる。3時間になってる。であれって3時間だったとしても、まあその欲求って満たされないじゃないですか。っていうことで、まあこの設定してる、はい、でこれがあのうちの会社で有名な、3時から15時携帯使えない設定ダウンタイム。ダウンタイム、ダウンタイムっていうアプリですか。いやもうこれ そもそも標準で備わってるんで。あ、そうなんですか。なんかうちの会社ではもうみんなローランドも3時から15時携帯使えねえっていう前提でもう受け入れられてるじゃないですか。僕らもそうです。ですよね、はいはい、みんなあローランドはもう15時過ぎるまで携帯触れないんだなっていう、まあそれがこの設定ですね。なんで15時から3時なんですか。半日12時間は使えなくしようと思って、うん、3時ぐらい寝ることが多かったんで、寝る時間含めたらまあそんなに負担ないじゃないですかと思って始めたんですよ。あ、ホストの時に寝る時間が、そうそうそう、それの名残でずっと続けてるんですけど、そもそも絶対数的に24時間中僕12時間は使えないんですよ、携帯が。プラスあのアプリの制限してるんで、デジタルから逃げるのに必死とい う本当はもう人前に出る仕事とかしなくなったりとか、一旦人生が落ち着いたらもう本当この携帯どっかにぶん投げたいです。スマホ、俺これがあるから人生本当つまんなくなってるんで、この設定してても、はい、本当携帯ばっかりいじったなっていう日がやっぱ何日かあるんで、なんか本当に好きな子と手紙とかでやり取りするような人生がいい。そんな人いないですよ。いないですかね。あとこれが最近ハマってるやつで、なんかこれ、このケースよく使ってるじゃないですか。はい、このロック機能があるんですけど、僕本当にもう今日一日携帯マジで使いたくないなみたいな時ってこれをここに通して、はい、マジで笑えるんですけど。え、閉めちゃうんですか。ここ閉めるんですよ。ここまあ時間設定できるんですけど、はい、まあ、まあ仮に1分だとするじゃないですか。でこれが死の宣告なんですけど、はい、もうこの、はい、音が怖いです。絶対に何やっても開かないんですよ。カップルとかのデートとかたまに目撃することあるじゃないですか、レストランで携帯触って一言も喋んないカップルとかいません？ あれを強制的にこの中に入れて追い込むことで必然的に話す義務が生まれるんで、結構あのデート盛り上がったりするんですよ。二人のスマホ両方こっちに入れちゃう。そうだからデートの間ここに入れとこうかみたいな。でもこれまあ時間過ぎたんでこれで解除できるんですけど。そんなアイテム見たことないんですよ。まあこんなの使ってるのいないでしょうね。ずっと見ちゃいそう。そのあと何分とか。ああ、だから最初これやって始めた時とか、もう15分ぐらい前からこうやってずっとタイマー見て早く終わんないからみたいなあったんですけど。禁断症状出てるじゃないですか。禁断症状出てましたね最初は。今はもう全然ないですね。ミニマリストの方結構いるじゃないですか、うん、最近は、はい、そういう人も携帯はなんか普通に使ってる人が多いんですよ、僕の知り合いとかでも、はい、デジタルのものまでミニマリズムっていうか、なんだろうな、しちゃう理由って、俺一回本当体調悪くなってあのインフルエンザで死にかけた時にこう走馬灯が見えて、その時の走馬灯の映像が、まあ、お母さんとの楽しい思い出、参加した記憶、その後になんか新着で LINE が来てますみたいな画面がまず出てきて、そのあたりアマゾンのこれを買った人はこれを買っていますみたいな画面も出てきて、あれ俺マジスマホの画面しか走馬灯で出てきてねえぞみたいな。で俺はその時に、あ、俺ほんと走馬灯に画面こんな画面が出てくるぐらい携帯見てたんだ、またつまんねえ人生だなと思って。スマホをどれだけ使ってるか調べるアプリを見たら、
マジで本当に9時間とか10時間とか毎日使ってたんですよ。やばいじゃないですか。で、人がどう思ってるかとかをずっと調べて、暗い部屋でこう自分の名前打ち込んで、本当かっこ悪いなと思って。世の中の常識がマナーとかモラルとか、知らなきゃいけないことも世の中にはまあたくさんあるんですけど、知らなくていいことの方が世の中には多いなと。僕は知らなきゃいけないことを知るチャンスとかを捨ててでも、知らなくていいことを知らない人生の方がいいなと。だから世間が今俺のことをどう思ってるかとか、ぶっちゃけ知りたいかどうかって言われたらちょっと興味はあるんですよ。どうなんだろうって。そこは知りたいんですね、やっぱり。でも知らそれは多分俺が知らなくていいことなんですよね。だからもういいやと思って。どうせ嫌われるやつには嫌われるし、好かれる人は好きって言ってくれるはずだし、世の中で誰と誰が不倫したとか、今日こういうゴシップニュースがありましたとか、まあ、知らなくていいかなっていう。目の前であるものが全てで、毎日毎日 LINE しなかったら繋がれないような人間関係は多分いらねえかなっていう。でも物なんもないですけど、人間関係も結構ミニマルじゃないですかね、多分。ちなみにさっき検索の話あったじゃないですか、 Google の、はいはい、検索履歴見せてもらうことできます？検索履歴、はい、その人の性格が分かるっていうか、はいはい、履歴を残すようにすると、その検索履歴を使った人はこれ見てますみたいなのが出てくるのが嫌だったんで、確か消した記憶があるんですよ。履歴も残んないようにしてる。履歴残るとなんかサッカーのばっかし調べてると、例えばサッカーの結果とかが上がってくるんですよね、検索の上位に。ああそうそうそう、だから知りたくもない情報とかがなんかそこで上がってくるのが嫌だったんで。このモード、何この画面初めて見た。あ、もうしかも時間来ちゃった。もう終了っす。何の時間？ Google の時間来ちゃったってことですか？ Google の時間来ちゃった。終わった今日。エンシーさんの検索履歴見せてくださいよ。もしやばいかもしれない。こっち見たいみたいな。ちょっとガチでやばいかもしれない。何がですか？ローランド殺し方とか。どうやって見るんですか？でもちょっと。いやいやいや。どこで？ここで履歴見れるんですけど。いやいやダメだダメだ。見たにあかりさん、見たにあかりさん、あの、あの、ダメダメ、マジウケる、めっちゃ汗出る。まあまあまあ調べますよね、エロいものから。嬉しい。いやいや、消しとくのが決まった。もう、汗やばい。リサに怒られる。いやー、ちょっとこうなると思わなかったな。いやー、本当に。